天津公式ラジオテイワット放送局。皆さんこんばんは、前野智明です。この番組はオープンワールド RPG 原神の魅力をお伝えしつつ、勝利の声担当しております前野智明がどこまでも自由で広大なテイワットからお届けするラジオ番組でございます。16回目中ごって、まあ、前回ね、村瀬くんが来てくださいまして、まあ、いろんな濃い話お伺いしたんですけれども、今回もですね、この後ご登場いただけるということでね、まあ、思いの丈をたくさん今回も語っていただきたいと思うんですけれども、世間はですね、もう3月も中旬ですか、15日中ごってお花見のシーズンでございますね。まだまだね、世の中っていうのはね、そんな気軽にこれまで通り外で騒いだりできないというね、情勢だと思いますんでね、こんな時は原神のね、お好きなスポットで、綺麗なスポットでね、皆さんお花見なんかの楽しんでいただければいいんじゃないかなと思いますね。ゆうきさんもおっしゃってましたけれども、スクショポイントも非常に多い作品ですんでね、お気に入りのポイントでね、景色を堪能したりとかね、そんな遊び方をぜひ原神でもしてみてください。さあ、そんなわけで、あの方をね、これ以上お待たせするのも不遂でございますから、そろそろ始めていきましょう。原神公式ラジオテイワット放送局、本日もログイン。この番組はホヨバースの提供でお送りします。原神公式ラジオテイワット放送局、改めまして、原神で勝利の声担当しております前野智明です。では早速ですが、今週もこの方にご登場していただきましょう。今週のゲストもこの方です。どうも、先週に引き続きお世話になります、ウェンティ役の村瀬歩です。よろしくお願いいたしま す。そういうことでね、なんかもし1本目先週分で話しきれてないこととかあれば、全然思いの丈語っていただいて、いや結構いろいろ話しましたけどね。そうそう、普段ってどう、マルチプレイとか普段するの？全然しないです。あ、ソロプレイが多い。もう ソリストですか。ソリストフレンドは、フレンドはでもいっぱいいます。いいな、俺今んとこ、2人と1人申請中しかいないから説明ちょっと後で僕の方から申請してきますよ。4人目 あのフレンドになってくれますか、はい、じゃあ今送りますよ。本当ですか、やった。僕の方からさっきあれだもん、あ、さっきっていうか、あの先週ね一緒にプレイさせていただきましたもん、ね、そうなんです、ね、なんでちょっと今のうちに送っときますよ。あ、やった、ありがとうございます。あ、でも、はい、待って俺もしかしたらあれかも、ちょっと整理をさせていただきます。基本僕お知り合いの方のみフレンド登録というのは受け付けるようにしているんで、はいはいはい、僕も基本はそうですけど、はい、まあでもやっぱね、いろんな方とねプレイできるっていうのは、ね、うん、このマルチプレイの良さですからね。あとは僕、生物の状況を見るの好きなんで、はい、あ、人のプロフィールの、そうなんです。なんで申請してきた人がラン、うん、自分に空きがあって、うん、ランク60だったら OK するようにしてます、まあ、そんな人いねえよ。いや、います本当いるの。あ、ちょっと出させてもらいました。やったぞ、フレンド申請来たぞ、はい、あ、この人とフレンドになっていいのかな。怪しい名前の人が来たら僕です。怪しい名前だし、レベル60だしやった、でもやった、フレンドになりました。あ、やった、やった、僕もフレンドが一人できた、やったと増えたぞってことでね、まあ普段はこんな感じで、はい、ちょっとご紹介したいメールがございます。はい、旅人ネームかなさんからいただきました。ありがとうございます。村瀬さん、皆様こんばんは。こんばんは。いつも原神も原神ラジオも楽しませていただいております、うん、ツイッターでついに村瀬さんがゲストだと知り、初めてお便り送らせていただきました。いつか来ないか来ないかと期待していたので、とっても嬉しいです、うん、私はもともと村瀬さんのファンで、村瀬さんが原神をプレイされていてとても楽しそうだったことがきっかけで原神を始めました、はい、ありがとう。村瀬さんのおかげでこんな素敵なコンテンツに出会えて感謝しておりますキャラクターが魅力的でストーリーも面白く、私も原神が大好きになりました、うん、ちなみに私の最推しは勝利先生。なんでだよ、おかしいだろ。え、村瀬さんとウェンティって言えよ。かなりのガチプレイヤーだと思いますね。おかしいだろ。カニ様コンビのお二人が共闘しているところも見てみたいです、実現しますように。あ、まあ、先週ね、そうです、先週のやつで一緒にね遊ばせていただいて。確かにウェンティも勝利も登場するイベントって、うん、あんまないのかな、まだないのかな。なんかお互いの
プロフィールとか見るとお互いのことについてちょっと言ってたりとか、言ってるよね、関係性は長い付き合いなんですよね。そうだって、まあね、深いバックボーンある2人ですからね、長い付き合いなんでしょうけれどもね、確かにないかもしれない、今後もしかしたらどうなっていくのか分かんないですけど ね、まあでも村瀬くんのおかげでかなさんは原神の魅力にどっぷりハマっているということで、なんでウェンティじゃないん、いやいやいや、ウェンティ可愛いですし、だって毎シーズン声聞けますからね。そうですね、あのね、あの気候のやつで、まあだからね、いつかそういう勝利とウェンティ、そうですね、ここの絡みもみたいなやつもね、あると嬉しいなというふうに思いますけどね。はいはい、続いて旅人ネームギッチョンさんからいただきました、ありがとうございます。キャラクターのスキルレベルをマックスまで上げようとするときに必要となってくるアイテム、知恵の冠、通称王冠、入手できる個数がかなり限られてくるこのアイテムの使いどころに非常に悩んでおります。わかる、私がとても貧乏症ということもあり、最推しであるクレイちゃん以外にはまだ一つも使えていません、皆様の王冠の利用状況はどんな感じでしょうか。よろしければ教えてください。前野さんはどうですか。俺はあの勝利はあのトリプルクラウンと言われる通常と元素スキル、元素爆発全部勝利に使って、あとは10、13、13ってことですね。そうそうそう、で、まあ、タルタリア入れれば11になってるっていうね、はいはいはい、こういうテンポがあるんですけど、あとはあれだ、あのエウルアの元素爆発にも使ったし、タルタリアの元素スキルにもクラウン使ったし、あとはやっぱ迷ってますね、僕もやっぱり使いどころね、難しいですよね。なんか1個か2個は手元に残しておきたいなっていうのがなんかちょっとあるじゃないですか、気持ちで、そう、気持ち的に、ちとしてなんかいつ必要になってくるかわからないっていうのもあって、 RPG 的に言うとあのラストエリクサー症候群ってやつですね。そうそうそう、最後まで取っておくけどもしかしたら使わないかもしれないみたいな感じになっちゃうやつね。でも取っておきたいみたいな保険わかるな、まあ、だから使い切った方がいいような気もするんだけど、でもね、これちょっと公式さんのラジオでこういう発言するのもあれどうかと思うんですけど、僕のあくまでのプレイヤーとしての体感なんですけど、はいはいはい、今ってスキルレベルがプラス13までしか上がらないじゃないですか。そうですね、で最大15までって小さく書いてあるってことは、はいはい、今後もしかしたらバージョンアップとかでテンプレベルがマックス15まで解放される日が来るとしたらだよ、絶対この知恵の冠って必要になんじゃないのって考えると、なんか安易に使うのもなっていう風なのがちょっと僕の中のね、僕の中ですよあくまで、悶々とちょっとするやつがあるんですよ。え、村瀬くんのそのはどうなの、冠状況は。僕は、現状ウェンティの元素スキルと元素爆発に1個ずつ使ってるのと、あとライデン将軍の元素スキルと元素爆発に1個ずつ使ってて、ね、あと勝利先生の元素爆発に使ってるのと、 あとカンウの確か通常攻撃かな、だから僕は6個ます、ね、あ結構じゃあ使ってますね、まあまあ使ってますね。あ、まあ、ねでもあの何より、13にするのにモラが多大に必要じゃないですか。モラとは75万って舐めてんのかって思って、ブチギレ、やめろ、公式さんだぞ、ブチギレ。だからライデン、ちょっと僕ね、はいはいはい、どうぞ、希望いいですか。すみません、あの希望としては、はいはいはい、あのライデン将軍 の、はい、あの固有テンプみたいな感じで、ああ長い武器とか成長する時に必要なやつを、そうそうそう、半分するじゃないですか、うんうんうん、もうテンプももうちょい安くしてくれ。75万はおかしい。おかしいで、しかも貴重な王冠までなくしてて。聞いてますか、公式さん。お願いします本当に。あのシンくんが申しております。はい、ちょっと、はい、ちょっと ご検討の先生、すみません、ちょっとすみません、ちょっと劇場が閉まってしまったんですけど、でもレベルもそうだけどさ、あの80から90にするまでのあの経験と、大英雄の経験どんだけ必要なんの。俺はもうかなりえぐいから。おかしい。いや、まあ、でもそれがね、まあ、やりがいがあると。そういえばね、やりがいがあるんですけれどもね、そういうところで、まあ、まあ、でもなんかそれも含めて結構いろいろ樹脂のね、うん、使い道をいろいろ考えさせられるので、まあ、長くまあ楽しめるっていうところでね、そこまでやっぱあの旅人にね、ちょっとある程度のハードルをやっぱ貸してくださってるわけだと思うんですけれども、まあでも、まあ、一行してくだされば多分喜ぶ旅人はたくさんいらっしゃるんじゃないかな、うん、ね、あの旅人基本的にモラにケチなんで。ただ僕ちょっとね、ウェンティとウェンティと一緒でマジでゲーム内モラがすぐなくなるの、もう僕今ね、さっき確認したら1万4000しかなくて、でもスターダストも全部交換しちゃってるから、もうやばいね、もうない、もうじゃあ派遣するしかないよ、もうだからもう追いかけにするしか、ちょっと後で回していいっすか、ま、いや全然どうぞ、あの全然回すのは自由ですけれども、まあでもそんないろいろありますけれどもね、はい、まあクラウンの使用状況っていうのは ね皆さんのね、あの中で考えて使ってみてください、うん、そんなこんなでね、たくさんのお便り皆さんありがとうございました。引き続き原神をプレイしてみての感想、イベントの感想、おすすめパーティーなど原神に関することなら何でも OK です。さあではここからはいつも通り原神をプレイしてきていきたいんですが、その前に村瀬くんから何か言いたいことがあるということで、僕、はい、原神の、はい、有識者なんて、なん、はい、調子に乗ってたんですけど、いやいや、テンプの12から13に上がるモラが、はいはい、75万じゃなくて70万でした。
んですよ。そんな誰も気にしてないですよ。俺もあのいくらか全然把握してなかったですし、まあ、70万だったということでね、まあ、いっぱいかかるんだなっていうイメージが先行してしまいました。変わりませんけれども、ね、すみません、ホヨバースのお方々が、はいはい、70万ですって笑顔で答えてくださいました。そうそう、別に怒られたわけじゃないんでね、皆さんもうちょっと値切ってもらえると嬉しいです。そう、まあ、確かにもう少し、ね、はい、お安くしていただけると ね、あとみんなは10ですよ。トツしてないからトツしろそうか、トツしろ。トツ効果だった。プラス3はプラス3はトツ効果だ。そうだ、やべ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 、僕らちょっとやばいぞ。僕らの常識にやばい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 、よくないよくないやばいやばい、ちょっとセンシティブだわ。ちょっと気持ちを取り直して、そうですね、もう辻に戻しましてやっていきたいと思います。今回はですね、今回もプレイしていくんですけども、今回はなんとすごい企画ですね。2人でそれぞれ新境螺旋の12走にチャレンジして、そのタイムを競いたいと思います。なんと、あー、これやばいですね、この企画。だって12走自体むずいですからね。むずいよ、時間もかかるし。まあ星3、まあ、最高峰の最難関のコンテンツですからね、うん、今のところ新境螺旋の。しかも星3か、取れたら素晴らしいって言われてるのが、うん、それのタイムアタックですか。しかも最後の層になると全部3分以内とかだから、そうなんだ、結構きついんですよね。きついんだよ、ちょっと敵の動きとかが難しくなってくるとね、なかなかちょっと思い通りに、機械がねバラバラに行き上がったりね。そうなのよ、ちょっとあとキャラチェンミスったりするとね。そうそうそう、まあどうしましょうかね、今回やっていくということで、はい、頑張っていきたいと思いますよ。行きましょうか、はい、うん、じゃあ行きましょうか。はい、どっちからいきますか。僕からですかね。マイナさんから。じゃあ僕は、そうそうそう、僕はこういう編成でいきます。あ、ディオーナ。はい、このボーナスも結構大事だよね。悩みますよね、ここ。まあでもここはまあもう普通に幻想熟知でいいや。第12層の第1番、うん、こちらはですね、ディオナ、ライデン将軍、アヤカ、エウラのパーティーでいきたいと思います。女性だらけのいいパーティーですね。いいハーレム。これはですね、重い幻想爆発のアヤカとエウラをライデン将軍のチャージ効率でなんとか賄いつつ幻想爆発を回すという、うん、あー、やっていくか。よし、いきますよ。見守ってますよ、頑張ってください。さあ行くぞ。始まった。そっかそっかそっか、この機械からか。そうですね、さあいきなり幻想爆発切って、ジャッジメント。あ、そっか、最初無敵タイムがあるのか。そう、忘れてた。わめきなさい。よし、 OK で、これに合わせて、おお、完璧なタイミングじゃないですか、ね、で最後に引けず、俺のライデンション回心率があんまり漏れてないから、あら、もったいないんだけど。でもダメージはかなり出ますもんね。で、これ、ここが、こっからだよ、もう。ここで食らったけど、OK。この HP バーが出てるやつを早く見つけられるか。お、よく分かりましたね。大胆トラック。すごっ。OK。まだ、まだ全然漏れねえな。あ、でも時間との戦いって感じですね。あー、くそ、竹が。あ、もういいや、大丈夫と思っちゃおう。溜まったらもうすぐ、ゲートバカ突きって。とにかくエウルアとアヤカを変わったんで、エウルア強い。アヤカ強い。アヤカ強いよね。お、お、ナイス。8分40ぐらいで倒しきれれば、いけるか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 。エウルア、爆発、会心出ろ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 。よし、オッケー。お、ナイス。あぶね、あぶね。いいっすね。今8分40とか30、そんぐらいだった。そうっすね。で後半は、勝利、神格、長雲、タルタリアの氷水編成でいきます。これはまさかの、はい、まさかのやつやりますよ。まさかのやつが行くぞ。この、このこいつだ。お、ちょっと足の見せまず固めて、で神格で、でバフつけて、お、これは瞬間らせよ。やばい、氷アタッカーになってる。氷アタッカーね、強い。しかもダメージかなり出た。そうね、もう少し漏れたいんだけどね。いやいや、十分強いですけどね。さあ、いけるか。こいつだ。あ、出た。こいつ超厄介なんだ。出た。先にね、シャーマンを倒しておかないと。シャーマン倒さないと。草。オッケー、倒した。このね、草の壁が鬱陶しいんですよね。あ、とりあえず、勝利で削ろう。お、勝利で削りつつ、あ、これアビスの栄勝者のバリアンがさ、最後、はいはいはい、鬼門になってくる。硬いですよね。まあでもそこはタルタルで、そうね、タルでなんとかするっていう要因でタル入れたんだけど。なるほどなるほど。いけるかな。でもなんか間に合いそうな、間に合いそうな気もしなくもない。ちょっと、あ、でバリア出してくる。間にこいつを倒そう。あ、なるほど、時間を無駄にしない。よし、OKOKOK。タルタル、先生お願いします。お願いします。先生お願いします。頑張ってください。タルタル先生。いけるか。あ、蒸発ダメ強い。蒸発最強。タル頑張れ、タル頑張れ。タルすごいな。いけるか、いけるか、いけるか。あ、いけそう、いけそう、いけそう。頑張れ、頑張れ、頑張れ。いや、そっけい。
すごい。モスさん取ったぞ。でもここは危なげない感じでしたね。ここはいけたね。さあ次もだよ。次もね結構ね。さっき結構な、うわーもう元素爆発がここで、あでもプラス迷うなあ。50以下ってなかなか狙ってやれる。そうなんですよね。ちょっと危ない状況ですもんね、50以下って。さあこのなんか第2話はどんな感じだっけか。なんだっけ。あこいつだこいつだこいつだ。ちょっとボーナスステージ的な。いやでもこいつ結構油断、シールドタイミングよく貼ってないと、はいはいはい、あれじゃなかったっけ、反射危ないやつでしたっけ。そう危ないやつじゃなかったっけ。そっか、勝利先生とかだったらシールドカチカチだけど、ディオナはね、まあ、硬いんだけどちょっと気をつけないとね。そうね、ちょっといや将軍切ろう、もったいないけど全然強い。いやあこ、ま、でもシールドあるから大丈夫。ちょっとファースト綾香使った瞬間の削れ方がやば。エウラーさんも相当強いですけどね。エウラーもねやっぱ幻想爆発がさっきもいくら出たのか見えなかったけど、ね、いやこのライデン将軍のでもこの、ま、味方の幻想スキルのエネルギーを回復させるこの6突の効果がねかなりでかい、はいはい、あ そ, うかそもそもの効果自体にあってで貫突するとあれですもんね、あのクールタイムも。そうなのよ。これでいけるか。お、いけるかいけるか。結構いいペースですよね。いやちょっとでもね後半も結構怪しいから。なんかエウラーさんの攻撃エグいな。あーくそ削れなかった。もういいよ。あー惜しい。痛え削れてくれ。やばいやばいやばい。あもういいもう切るしかねえ。やる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 やべやべ。でも後半の火力がすごいから。さあこれもでも大事にもらおう。あ原生エネルギーも余さず。あ、ここそうだ、こいつらだ。アビス2体か。これ結構きついんだ。これが離れすぎるときついっすね。そう、これいかに同時に攻撃入れられるかなんだけど、うん、これがね、結構ね、テクニカルな。あれじゃないですか、でも常時あのこいつら水元素まとってるから。そうだよね。殺せるのが。さあ、いけるか。お、で、これで勝利先生でまとったら無敵タイムだ。一人が決まったから。あーちょっと離れてきた。めっちゃ強いなこいつ。クソがーちょっと責任あの接近するの待った方がいいっすね。そうなんだよね。でも撃っちゃうのがあれだよね、人間で。そうなんですよね、溜まったらやっぱ撃ちたくなる。かてぇなー。いい感じに削れてはいますね。かてぇな。でも硬いんだよ。カチコチやね。カチコチカチコチだで。だってこんな氷でシャーベット状にしてんだから早く削れてくれよって。おいけるか、あとちょっと。お、いいっすね。うわ、いや、しょ、いけ、一人いった。でも全然危なげなく。よし、ちょ、頼む。あとちょっと、あとちょっと、ちょ、頼む。念の表情。あ、いけた。お、おー、危ねー。よかった、いけた。なんか今んとこ結構、いや、結構でもドキドキするぞ、やっぱ。まあ、まあそうですよね。普段一人でやってるから特に。さあ、第3話まで来ました。サンマって誰出てきましたっけ。サンマってマグケンキ。マグケンキが確かこの後半前半が遺跡守衛。そうだ、なんか可愛いですよね、遺跡守衛の群れ。遺跡守衛の最初の2体は可愛いんだけど、なんかめっちゃでっかいやつ出てくるんでしたっけ。あー可愛い、癒される。可愛いが強いのか。可愛い、いやもうこの辺の結構強い怖いやつばっか出てくるから、単純な動きするやつがめちゃくちゃ可愛い。あ、しまって、あ、キャラミスだ。やっぱ全然さっき撃っちゃったからな、たまんねえな。あ、確かに。まずいな。うわあ、あでもダメージが痛いのか。ダメージ痛い。いやあ、もういる先生に。あ、間違えた。エイちゃん、エイちゃんが溜まった。強い。待って、これ固めてね。ちょっとエイドラか。エイドラの爆発って。そっか、結構ゴリゴリに硬いんですね、こいつら。ゴリゴリに硬いよ。よし、オッケー、いけた。お、来た。あとは。でかい。あとはちょっと敵が近づくの待ちたいところではあるけど、巻き込みたいですよね。巻き込みたい。2体とも同時に。いけ。おお、あ、いい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 。からのエウルアの、あ、でも1体が後ろの方に回り込んじゃってる。いや、エウルアだったら多分爆発で巻き込めろ。確かにいけるかな。いって、あと、あ、あとちょっと。あ、頑張れ頑張れ頑張れ。あ、よし、倒してる倒してる。将軍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 。頼む。待って、これでいけるかな。おー、やべえ、いけんのかこれ後半。
マグ剣いけるか。マグ剣結構後ろに避けたりするから。しかも最初さ、このお見合いする時間が長いんだよ。そうなんですよね。おはようございます。ここダメージ食らわないから。おはようございます。よろしくお願いします。始まってる。よろしくお願いします。いや、いけるか。いや、頑張ってください。頑張りたい。時間的にはいけるかな、うん、ただ硬いんですよね、こいつも。硬いんだよ。硬い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 。おい、行くぞ。お、ほらほらほら。いや、でも氷不要先生強いな。これ来たら爆発切って、爆発でもそこそこダメージ出るからね。うん。タルの爆発もいるな。お、タルの爆発。タル。小鉄も入れて。このタルのね、元素スキルのついたやつのダメージもバカにできないですからね。できない。弾流やっぱ強いからね。あ、後ろ行った。ミスター。面白いな。でもできてんな。やべえ、これ間に合うのか。あと50秒。あっ、で半分ぐらいだから、まあとは元素爆発のたまり具合次第かな。ちょっと頼む。あ、でもいけそうな。もう容赦なく切る。衝撃キャワーもシールドで耐える。痛いなこれ。勝利先生のシールド勝ち勝つのはずなんですけどね。さあ、いけるか、削り切れるか、いけ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 るか、あ、ゲース爆発、ゲース爆発、いや、ゲース爆発はもう最後に取る。いや、いざ、からの、いけるか、いけた、すごい、いけた、ストレートに全部欲しいんじゃないですか。あぶねえ、よかった、前野さんすごい、いけたぜ、へー、いけたぜ、星さん。さあ、ということで、なかなかドキドキしました、よかった、いけて。これはドキドキしますよね。お疲れ様です。ありがとうございます。まあでもこれさ、結構、うん、やっぱ再スタートとかも結構したりするから普段、うん、特に11層の1マとか僕かなり再スタートします。あ、分かる分かる分かる。あ、よかった、いけた。いや、お疲れ様です。お疲れ様でした。素晴らしい、はい、ではということで、はい、続いて村瀬くんにプレゼンいただきましょう、はい、じゃあ僕も新京螺旋の方に移動したいと思います。はい、はい、早速いきましょうか。じゃあまず、まあ元素熟知ですかね。まあ、熟知かな。でやっていきたいと思います。ベネット、勝利先生で、 A ちゃんにカズハですね。大丈夫ね、カズハ。もうバカ火力パーティー。さあ行きましょう。みんなは俺が守る。出た、燃えろ。幻想爆発、ここにある。電動ここにある。おっ、すげえダメージ出た今。14万。あ、でも外れちゃう。いや、でもこれで中断体制上がってますからね。そうなんですよ。昼間に誇れる。すごい火力出るね。いい、もうゴリゴリに。からのカズハバックつけて、でこれ雷の、あ、あ、でも上に上がっちゃう。いや、いいか。あ、まだ、あ、来るね。ガンザン八九シールド貼って、よくよくパッドでできんな。いや、パッドめっちゃいいっすよ。俺もうコントローラーで慣れちゃったから、まあ、いろんなコンテンツでね、できるっていうのが。おー、強い、いいダメ。うわ、やっぱベネット強いな。ベネットマジ強いっす。あ、で、そろそろ分裂するかな。まあ、あ、分裂した、ね、どれだ、どれだ、これかな、これかな、それだ、それだ、これさっきの前野さんの位置だったから、それだ、それだ、これかな、これじゃない、どれだ。いや、あれ、これ合ってる、合ってる、やった。ここよりゲージバレてる、ね、僕ね、これいつも分かんないんですよね。分かる、でも一瞬なんかあれ、あれ、どっちだろうってなるよね。そうなんですよ、あ、やべ、 HP が天道万象、そう、攻撃に夢中になってるといつの間にか、ね、そうなんですよ、なくなっちゃってる時とかもある。さあ、お、でももう少しで削る、削り切れる。でも雷電将軍でとどめさしたいんですよね。なんだそのこだわりは。いや、いつもお世話になってるから雷電将軍に。あ、でもこれは分かんない。終わらせるか。終わらせよ。終わってくれ。頼む。あ、でもいい感じのペース。頼む頼む。あとちょっと、あとちょっと。あ、勝ちだ、勝ちだ、お願い。すげえ。危ねえ。後半なんでしたっけ、これ最初は。後半はあの三体のこいつらか。からのあの魔術の。はいはいはい。栄勝者とアビスのあやか。なるほど。栄勝者、魔術師か。こいつらも意外と硬いんですよね。後半がここみ神格ウェンディカウンか。出たー、どこだ、あ、出てきた。うわ、強い。あ、ちょっと遠いな、シャーマンが、ね、そうなんですよね、シャーマンがね。まあでも適当にここみこうやってやっとけば、ここみ強っ、ここみマジ強いっすよ。うわ、すごいな。ちょっと待てよ。あ、違う違う、カーン使いたいの、カーン。ガチンガレ、あ、よしよし。うわ、強っ、早いね、やっぱ。さあ、ここでただ意外と時間使っちゃってるんですよね、今。このシールドいかに忘れる。そうなんですよ。で、タベンティで、ココミでそろそろ溜まるんで、もうこれでココミ連打です。ココミ連打、ココミ様、ココミ様頼む、ジョワス、ジョワス、ジョワス、ココミ様、ジョワス、ジョワス、ジョワス、ココミ様、
蒸発、あ、でもやばい、時間が結構やばい、いけそういけそういけそう、時間が結構やばいぞ、いけいけいけ、早い早い、あとちょっと、お触り禁止、いやー、なんだ、カウでとどめてる、うわ、早いでも、幻想、そうか、今期取っといてくれたんだね、このラジオのために、まだやってなかったんで、さすがや、まあでも1話は、1話はもう危なげなく、そうですね、なりましたね、さあ、じゃあ第2話中っていきましょう、いきます、幻想熟知で、幻想熟知入れて、よいしょ、さあ、遠心とビシャップ岩ですね、はい、裁きの雷槌、これで登場時は硬いですか、めっちゃ硬いですね、顔カチンコチンだよ、カチンコチンだ、カチンコチンですね、本当に、まあ、でもカチンコチンの時にちょっとね待ちつつ、いや、このやっぱさ、ライデン将軍の幻想爆発のこのチャージ幻想スキルのエネルギー回復量が半端ないで、むちゃくちゃ優秀ですよね、みんなあっという間に溜まるし、まあ、もともとね、うん、勝利とかそんなに幻想爆発重くないからね、そうですね、溜まりやすいんだけど、それでもすぐ溜まる、やっぱり、うわあ、もうあっという間に7割ぐらい削ってる、そうなんですよ、むちゃくちゃな、これ1分ぐらいでいけるね、なんかいけちゃいそうな感じしますね、いいダメージ出るな、そうなんですよ、で勝利先生も使って、あ、でもちょっと足りない、ちょっと足りない、ちょっと足りない、ちょっと足りないけど、あとは勝つな、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 よかった、信長さんありがとう、演じるカズハでしたね、よし、1分切りましたね、59秒ぐらいで倒しました、早い、そして後半、ここですよね、ここがね、ちょっとね、まあでも2分あるから、まあちょっとでも事故が怖いんだ、本当にこいつ気をつけないと、ちょくちょく移動するし、そうなんですよ、さあ、おさわり禁止、ヒロキさんがカウで、削って、そうなんですよ、カウね強いね、あの幻想スキルもいいね、おさわり禁止もだいぶね、うん、有効活用できるんで、俺でも本人に言われたで、おさわり禁止って、え、いいなこの番組でですけど、上田ちゃんいいな、上様に言われた、言われてみたい、おさわり禁止、本物じゃん、おいや、強い強い、僕らも本物なんですけどね、そうなんですね、なんかやっぱね、他の方の聞くとより、ね、ってなりますよね、ハイモン聞いた時マジで感動したよ、確かに、この番組で、だって僕コガちゃんに会ったことないんで、あ、そうなんだ、会ってみたい、本物のパイモン、本物のパイモン、あー、もう全然余裕でいけるね、なんかだいぶうまいこと、だいぶいける、まだ1分以上余裕あるし、よそに行かなかったし、はい、よかったっす、ここみも強いな、この組み合わせも強いね、そうなんですよ、わー、いいな、この組み合わせも、いや、よかった、事故らなければ最速です、さあ、じゃあよし、第3話いきましょうか、最後ですね、3話、2分切ってた、早い早い、じゃあ最後は幻想熟知で、ちょっとね、防御力減ると2パーティー目が怖いんで、なんだっけこれ、あ、これだ、遺跡守衛に強い遺跡守衛に2体が出てくるやつ、なるほど、まあでも先に巻いといて、まあ、まあ、前半は割と楽かも、うん、あ、早っ、いや、ベネバックやばいな、いや、ベネットマジでやばいですよ、マジやばい、モンドが生んだエンジンです、みんながそばにいてくれれば、よし、ライデン将軍のおかげで、の幻想爆発もすぐ溜まるしね、で、カズハの番も入れつつの、でこうやってるとライデン将軍がまた溜まってて、もう爆発ループだね、そうなんです、早い、いけるか、あ、全然余裕でいけるね、そうなんです、そう、全然余裕でいけた、30秒40秒ぐらいでいけた、で、こっちがマグ剣気ですもんね、マグ剣気ちょっとな、ダメージ痛いから怖いんだよな、そうか、シールドないから、そうなんですよ、ちょっと挨拶の間に回復させてもらいます、全然、あ、そうか、いいね、そう、ありがとうございますと言いつつも、はあ、まあでも余裕持って、そうね、関羽で幻想爆発切って銃撃撃ちつつの、あ、一致、痛い痛い痛い、むちゃくちゃ痛い、やべえ、ここみ様先生お願いします、ここみ様先生、はい、お願いします、いや、先生ちょっと、でも先生もかなり強いんですよ、ここみダメージえぐいね、えぐいんですよ、ヒーラーなはずなんだけど、あれで回線のやつでだいぶ衝撃波に合わせて幻想爆発ってさ、後ろにバックスティック、あ、やばいやばいやばい、あ、ちょ、これカウで受ける、痛い、これは痛い、まあでも一発当てときたい、あ、あ、どこだ、あ、こっちか、そう、このバックスティック、そうなんですよね、いなくなるのがね、だいぶきつい、見失っちゃうんですよ、ね、そうなんだよね、後ろにね、幻影の星下がるから、ウェンティも使うか、あー、痛い、グーじゃない、さあ、いけるか、幻想爆発を切って、あ、やばい、これはやばい、これはやばい、痛いけど、ちょっとそろそろ、すげえ、でもマグ研究をシールドなしでもうゴリゴリです、ゴリゴリ、後ろ下がった、こっちだ、あ、でもまだ1分あるから余裕でいけそう、
時間自体はね、そうね、時間自体は事故だね、事故。どこだ、あ、やばい、そっちかー、やばい、これやばい、怪獣か、怖すぎる。いや、痛い、密漁にしかない。でも結構手間取っちゃいますね。いや、でも全然余裕持っていけそう、あと40秒あるから。ガンウォーテイ君のために、強感化粧、強っ、あ、やばい、あー、ちょっと待って、もうあとちょっとだけでいける、しかも神格のバフがこれもいけて強い。あー、ちょっと待って、いけるか、ただ最後はココミ様に頼るしかない。ココミさん、お願いします。ココミいけるか、ココミ、あ、ウェンティも頼む、ウェンティも頼む、ウェンティいけ、ちょ、あ、やばい、あ、いけた、あ、すごい、最後ウェンティで、ウェンティーのところっていうね、形になりました。いや、やっぱシールドがないと怖いですね、はい、怖い。いや、でも見事クリアでしたね。早かった、めちゃくちゃ早かったということで、2人とも挑戦が終わりました、はい、ということで、はい、結果も何も村瀬くんがめちゃくちゃ早かった。いや、でも前野さんもめちゃくちゃ早かったですよ。前野さんマグキンキ早かったですよ、ね、いや、マグキンキ早かったけど、俺2マと1マが結構ギリだったから。どうだろう、うん、1マと3マは前野さん、2マは圧倒的に村瀬くん。でもシールドなしでマグー研究って俺見たことなかったよ。あんな風に倒せんだね、マグー研究って。めちゃくちゃやりましたね、ちょっと。すごいな。まあでもいろんな組み合わせでね、やれるからね。いや、でもやっぱ欲しくなるは持ってないキャラとか、あとやっぱベネット使わなかったけど、このベネットの大活躍ぶり見てるとやっぱベネットすげえな。ベネットかなり強いね。強いね、すごいな。ウェンティのあの集める能力もいいな。そうなんですよね。そこであのカウの元素爆発との相性もね、めちゃくちゃいいですね。設置の場所もそうなんです。いやー、ここみもいいな。ここみもいいですし、ここみね、今もしかしてピックアップの段階じゃないですか。やってない、やってますね、今やってる。今ここにまさにピックアップの時ということで、ちょっと僕はまだ今あれですよ、はい、あの八重美子がピックアップ中なんで、ちょっと引いていいですか、はい、いや、じゃあ、僕の、はいはいはい、僕のちょっと推奨してる遊びがあるんで、はい、なるほど、付き合ってもらっていいですか。ちょっとこれどうか分かんないですけど、ちょっとやってみましょう。じゃあ行きましょう、はい、ちょっと見ててください。公式さんのラジオでちょっと やりましょう。いつも10連とかする時って、はい、金色に光らないともう終わりって思ってるじゃないですか、はい、そこにちょっと面白いこの楽しみ方があって。どんな、行きますよ、はい、あ、金色になった。あ、待て、いや、金色になったけどやります。いや、待て、お、あ、いや、お前ふざけんなよ、おい、ふざけんなよ、おい、ふざけんなよ。まあ、これはやらせな、ほよばーす、やったな、ほよばーす、ほよばーす、やったな。ちょっと待て、やったな、いきます、待て、お前やったな、マジで、やってない、じゃ、やってない、でも続けます、続けます、見てください、はいはい、霊人、違う、霊名の真剣になった、黒老僧、合ってる、黒老僧、合ってる、霊人、あ、霊名の真剣、霊人、あ、ちょっと、てっぺ、霊名の真剣、霊人じゃん、わかんねえよ、全部同じに見えたけど、あの、シャープシューターの誓いは絶対わかるんで、なるほど、これ何、あ、セーフにしてた、シャープシューターの誓い、あ、ちげえじゃん、カラスマの指、っていう、何の遊びこれ、これ家で一人でやってると結構楽しいです。なるほど、当てるやつね、あ、でも出た、シルエット当てクイズみたいなやつやってんだ、シルエット当てクイズです。お前一発目で出てんじゃん、八重美子、あざます、やったな、やったな、これあざます、これ、これあったでしょ、これこれ、なんかさっき俺トイレ行ってる間、なんかスタッフさんと話してたから、はい、なんかあれ怪しいなと思ってたもん。違う、やった、やってない、違う、あのグッズをいただける、なるほど、なるほど、そうなんです、特別、いや、でもすごい、まあ、これがどういう風な形で出るかわかんないですけども、なんと今村瀬くんが目の前で10連を引いて一発目で今ピックアップの八重美子を引くというね、ミラクルが起きました。いや、これは素晴らしい取れ高だったと思いますけども、引いてよかった、いや、でもよかったですね、一発でね、ヤニコも突がはかどりました、突はかどりましたしねよかった。そんなこんなでね、ぜひ皆さんも攻略の参考、はい、そして祈願を回す際の参考にしてみてください。はい、ということで今回は新京螺旋の12層そして祈願10連でヤニコゲットにチャレンジでございました。はい、違う、原神公式ラジオテイワット放送局、ここで原神からのお知らせです。現在テーマイベント三回道綾の祭りを開催中です。期間中イベント参加でイベント限定星4、宝器、誓いの名堂など様々な報酬を獲得することが可能です。テーマイベント三回道綾の祭りはバージョン 2.5 期間中に開催いたします。
はい、またイベント組み交わすスイムも現在開催中です。期間中エンジェルズシェアのバーテンダー体験に参加することができます。イベント参加でイベント限定名刺の飾りもん、祭典祝杯、イベント限定調度品、原石、大英雄の経験、添付育成素材、武器突破素材などの報酬を獲得できます。イベント組み交わすスイムは3月21日月曜日4時59分まで開催です。またイベント終了後、酒場逸話をすべて完了していると任務組み交わすスイム後日談が開放されます。任務組み交わすスイム後日談は3月21日月曜5時から3月24日木曜日4時59分までプレイ可能の期間限定任務のため、こちらも忘れずチェックしてください。そして3月18日金曜日よりイベント100人一揆を開催予定です。期間中乱闘大会100人一揆に参加し、キャラクター2名ずつで最大6チームを組み、各挑戦で出現する敵を倒してポイントを獲得していきます。獲得したポイントに応じて原石、添付育成素材、武器突破素材、仕上げ用魔鋼、モラなどの報酬を獲得できます。イベント100人一揆は3月18日金曜日11時から3月28日月曜日4時59分まで開催です。はい、続いて開催中のイベント祈願のご紹介です。はい、現在イベント祈願キャラクター栄弱の天下人とイベント祈願キャラクターに海原に浮かぶ光樹を開催中でございます。はい、期間中栄弱の天下人では雷元素星5キャラクターライデン将軍、海原に浮かぶ光樹では水元素星5キャラクター珊瑚の宮ここみの出現確率がアップします。また栄弱の天下人と海原に浮かぶ光樹では雷元素星4キャラクター九条サラ、炎元素星4キャラクター深淵、炎元素星4キャラクターベネットが同時ピックアップされ出現確率がアップします。さらにイベント祈願武器真鍮復刑も開催中です。期間中星5長い武器草薙の稲光、星5放棄不滅の月下などの出現確率がアップいたします。イベント祈願栄弱の天下人、海原に浮かぶ光樹、真鍮復刑は3月29日火曜日15時59分まで開催です。以上、原神からのお知らせでした。はい、ということでここでお知らせがございます。何ですか？先ほどあの村瀬くんがね、10連で、ただ今ピックアップ、はい、この撮ってる段階でピックアップの八重美子をかみっちゃいましたね。お迎えしたということはですよ、ほう、今俺も10連を回せば、八重美子が出る可能性がお迎えできる可能性がございますと。ありますよ。いうことですよね。ありますあります。これということですよね。ということですけど、ことですよね、まさかってことで、まあ、こうやっぱ村瀬さんだけやっぱそうね、そんなパーソナリティの私やらせていただいてる身としてやっぱね、村瀬さんにだけそんな10連をね、そのやっぱラジオ内で回していただくなんてそんな恐れ多いですよ。僕もね、ここはやっぱパーソナリティっていうところをねお見せして、この10連でガツンと引いてやりたいと思います。あなた自分が引きたいだけでしょ。そんなことないですよ。まあ、でもなんか俗に言う話では流れみたいなのもあったりするって言いますからね。気の流れあるからね。そう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 、この今いい気が来てる。だって一発で10連で一発で来た、これやっちゃいますよ。やっちゃいますか。やっちゃいますよ。で、ちょうど僕がちょっと使われてるかどうか分かんないですけど、提唱してたそのガチャの楽しみ方もまた楽しめるんで、はい、やっちゃいますか。やっちゃいましょう。じゃあいきましょうか。まずもう金色を願いつつ、ね、ないんですよ。いきます。あ、綺麗な色ですね。あ、国王像合ってた。シャープシューターの誓い。あー、急増だ。これなんだ。弾球覚えた。霊人、霊明の神経、弾球、霊人、待って、霊人、違う、飛天御剣じゃない、魔導書論、飛玉宝珠、フィッシュル、なんかお前楽しそうだな。やっぱ楽しそうだな、お前なんか。人のガチャの結果見るのってやっぱ楽しいですよね。まあ、なんですかこれは。やったな。やってない。やったな。やってないです。これ完全にやったな、お前。やってない。お前なんか資格だろ。お前資格だろ、公式さんの。やったな。一律もうみんな変わんないですか。いや、嘘だよ。いやだと思いますけどね。そうですよ。いい流れを俺が受け付けなかったってことだね。そうですね。これじゃあ、ぜひこのホリエッティとコマちゃんにね、このいい流れをぜひちょっと継いでもらって、ちょっと俺にまたバトンをつないでいただきましょう。ね。ちょうどね、だってライデン将軍とココミもね、ね、ピックアップですし、先ほどね、村瀬くんのパーティーで大活躍だった。ベネットもね、今同時ピックアップされてますから。激アツ、このガチャ本当に。これを機に皆さんね、ご無理ない範囲で祈願の方をちょっと挑戦してみてください。はい、お送
送りしてきました原神公式ラジオテイワット放送局、そろそろログアウトのお時間になってしまいました。番組では旅人の皆様から原神をプレイしてみた感想、イベントやってみた報告、こんなコーナーをやってほしいという要望、各コーナー宛てなど原神に関するメッセージをお待ちしております。番組ページのメール投稿フォームをご利用ください。またツイッターでハッシュタグテイワット放送局でぜひ番組の感想もつぶやいてください。さらにメールを読まれた全ての方にオリジナルステッカーを差し上げますので、ぜひ投稿の方お待ちしております。そしてこの番組は毎週火曜日配信の番組です。次回のパーソナリティやゲスト情報などはラジオのページをご確認ください。中国って第16回の放送でしたけれども、はい、まあ、いろんなことありましたね。はい、楽しかった、ね、楽しかったですけどね。持ってますねあなたね。びっくりしました。本当やっぱ原神の神に愛されてるみたいですね。さすがですよ。さすがやっぱ我々の中でもね、村瀬さんは別格だって。やめてください言われてますけれども、いやいやいや、まさにそのなんかあの格の違いというのをね、あの中連で引き当てるあたり僕は見ましたよ。その凄さっていうのは。いやいや、まあ、でもなんか本当運がね、まあまあまあ、いろいろあるゲームで。確かにまあそうですけれどね。まああの新京螺旋の構成とかもすごい参考になりましたし。いや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 、ね、なんか、うん、結構毎回ちょっとずつ変えて遊んだりしてるんですけど。まあ、でもそれが、ね、組み合わせがさ、いろいろ変えられるのがさ、うん、このゲームの良さの一つでもあるからね。本当に、ね、だからまだね、使い込んでないけど気になるキャラクターとかもたくさんね、はい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 、いるわけだし。で村瀬くんもあそうでしょ、全キャラクターをなんか全部ねマックスまでっていうわけじゃなさ。特にあのシャンリンとか、うんうん、最近めちゃくちゃ面白そうだなと思ってて育てたいんですよ。わかる。だけど大英雄の経験とモラが。だからあの次 の、うん、あのライデン将軍と、うんうん、あのココミのピックアップの時はどっちももう貫突させてるんで、シャンリンを育てようかなっていう。集中的にできるという、ね。そうなんです。まあでもあのさっきのプレイ見てたらやっぱりね、三五の宮ココミもね。いやいいっすよマジで。お迎えしたくなりましたね。ちょっとこれを機に、はい、祈願の方を僕も挑戦してみようかと思います。ぜひぜひ。ということで村瀬くんまたぜひ遊びに来てください。遊びに来たいです。またまたぜひね、よろしくお願いします。はい、ちょっとなんかあの皆さんにスケジュールとか調整していただいちゃって申し訳ないんですけど。でも全然もうすごいすごい濃い回になったと思います。いや楽しかったです。またぜひ遊びに来てください、はい、期待です。ということで今回はこの辺りでお別れです、はい、ここまでのお相手は原神で勝利の声担当しています前野智明と、そしてゲストのウィンティ役の村瀬歩でした。バイバイ。この番組はホヨバースの提供でお送りしました。